日向中継局は日本の宮崎県日向市の米の山山町にあるテレビ放送の中継局。日向市内にも延岡中継局や和に塚山からの電波は届いているが、受像映像は決して鮮明と言えるものではなかった。日向中継局の設置に至るきっかけは、テレビ宮崎の延岡中継局開局時の祝賀会の際に当時の日向市長などがんに、 自家断したことによる。この結果、n クは日向中継局の設置計画に乗り出し1971年に開局することとなったが、中継局設置は NHK からという慣例から NHK 宮崎放送局が先に設置することとなった。宮崎放送も1972年に中継局を設置した。アナログ放送の主要局は、 放送局ごとに単独で設置しているが、デジタル放送の中継局、アナログ放送の保管局は、MRT の局舎を使用する。2007年11月8日に、総務省九州総合通信局から予備免許が交付され、11月19日に試験放送を、12月3日に本放送を開始した。主な受信地域は、日向市と東臼杵郡門川町の各一部。 全チャンネルが延岡中継局と同一チャンネルとなる。2011年7月24日に全局運用終了。和に塚山からの電波を中継。各社保管局が設置されていた。ERP は主要局のうち最大の値を表記。ありがとうございます。